七条祐希は宮崎県東臼杵郡北浦町出身の元プロ野球選手。小学3年生から野球を始めた。宮崎県立の岡工業高等学校への進学後は3年生第74回選抜高等学校野球大会に出場した。高校在籍時からもプロの複数の球団が調査に動いたが卒業後は 日産自動車九州に入社。着実な成長を見せ、2006年には、JR 九州の補強選手として、第77回都市対抗野球に出場。アマ日本代表候補にも選出されたが同年に肘を故障して、登板機会が激減。さらに2009年に、同チームのキュー部に伴い、同僚の星野雄大、原口翔と共に、白馬ビクトリーズへ移籍。 2010年は怪我の回復もあって復活。エースとして活躍し、チームの第81回都市対抗野球出場、大会初勝利に貢献した。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議にて東京ヤクルトスワローズから2位指名を受けた。2011年は6月28日の対巨人戦で一軍初登板初先発を果たし、 7回を1、失点、無支球に抑える高等で、勝利投手となった。新人で、対巨人戦に初登板初勝利は、チーム史上初の記録であった。その後、8月10日の広島東洋カープ戦まで、球団新人の新記録である先発初登板からの4連勝を飾っている。12月9日に、都内の病院にて、左膝軟骨損傷に対する、 関節鏡手術を行った。2012年は6試合に先発し2勝3敗だった。2013年はリリーフとして30試合に登板し、7月7日の中日ドラゴンズ戦でプロ初セーブを挙げた。2014年は開幕を2軍で迎え、5月に1軍に昇格したもののリリーフで結果を残せず2試合で2軍落ち。9月に再昇格し、 9月5日の読売ジャイアンツ戦に先発し、9回を1失点で、プロイリアと初の関東勝利を挙げた。その試合のヒーローインタビューでは、先発できることが自分にとって光栄だったので、一球一球と言葉を発した後に声を詰まらせ号泣し、その後もインタビューの受け答えができなかった。オフに100万円ダウンの1600万円で契約を公開した。 本来の査定では150万円ダウンの1550万円の予定であったが、前述のインタビューによる感動手当として50万円の増額となった。2015年にはプロ入り後初めて一軍公式戦への登板機会がなかった。イースタンリーグ公式戦では34試合の登板で0勝1敗0セーブ、防御率4.41でシーズンを終了。 10月2日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退。2015年11月2日に、打撃投手としてヤクルトと契約。愛称は、漫画、天才、バカボンに登場するキャラクターに風貌が似ていることで、社会人時代の先輩に名付けられた、バカボン。または、ハンカチ、王子こと、斉藤祐樹と同じ名前であることに対抗した、チリガミ王子。 ロンドン五輪競泳200メートルバタフライで、銅メダル、400メートルメドレーリレーで、銀メダルなどを獲得した松田氏は、地元の同級生であり、親交がある。ありがとうございます。